ホルダーはアメリカ海軍の護衛駆逐艦、エドサル級の一隻。艦名はミッドウェイ海戦で行方不明となった海軍パイロットランドルフ・ミッチェル・ホルダー中尉にちなむ。ホルダーはテキサス州ヒューストンのブラウン造船株式会社で寄港し、1943年11月27日にアネット・ホルダー夫人によって浸水。 1944年1月18日に艦長 G 国少佐の指揮下収益する。艦熟航海を終えた後、3月24日に市中海域の船団を護衛して出撃した。アルジェリア沿岸に沿って航行中、4月10日と11日にドイツ軍機に追跡され、11日の夜中過ぎに来撃機の攻撃を受けた。ホルダーや他の護衛艦はすぐに対空射撃を始め、 炎幕を張った。しかし、一本の魚雷がホルダーの左舷中央部に命中した。ホルダーは栄光されて、オランにつき、さらにニューヨークへ栄光された。ニューヨークには1944年6月9日に到着した。ホルダーは、ニューヨーク海軍交渉で1944年9月13日に退役した。1944年9月23日に除籍される。 船体の一部は護衛駆逐艦メンゲスの修理に使われ、残りは1947年6月17日にニューヨーク州ステーションアイランドのジョン・ダブー・ビッテ社にスクラップとして売却された。ホルダーは第二次世界大戦の先行で一個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。